ニューストピックスです豪華客船パシフィックビーナスが金沢港に寄港する運びとなりました新型コロナウイルスの感染状況の落ち着きに伴い運航各社は船旅の商品造成に動き出しています今回はこの話題について政治部の浅野記者に聞きます浅野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますではまずパシフィックビーナスについて教えてくださいはい 大阪市の日本クルーズ客船が運航する 26, トンの豪華客船です、はい、全長183メートル全幅25メートルで乗客定員は620人客室は238室を備えています。うん もうビルが動いてるような感じ、すごく大きいですよね。そうですね。はい。で今回追加発表された船旅について教えてください。はい、えー。全部で三本あります。えー、まずは九月十二日に神戸港を出発し、十、え、五、ー、日に金沢着となる旅です。はい、えー。こちらは今年三月に、えー、石川県と神戸市が、えー、金沢港と神戸港を発着するクルーズ船航路の進行に向けて、えー、連携協定を締結したことを記念した船旅になります。 まして両港をつなぐ船旅は協定締結後第一弾となります、はい、船内では金箔職人によるレクチャーも予定されていますこのほか秋田と佐渡島に立ち寄る9月15から18日の金沢発着10月11から21日に神戸発着で16日に金沢に立ち寄る旅も計画されていますそうですかこのパシフィック・ビーナスを加えると 今年は金沢港に何本のクルーズ船が寄港するんでしょうかはい、えー、今年のクルーズ船の寄港は予定を含めると8本となりました5、6月に商船三井客船の日本丸による金沢寄港3本が実施されました9月にもパシフィックビーナスと日本丸がそれぞれ1回立ち寄る予定となっています 新型コロナの感染状況の落ち着きに伴うもので昨年の4本から倍増する形となりましたなるほどクルーズ船が多く訪れる金沢港はどういった点が評価されているんでしょうか、はいえー、関東や関西からのアクセスの良さクルーズターミナルによる港のにぎわいなどが挙げられるそうです。はい、日本クルーズ客船の担当者は 夏から秋には、えー、太平洋側から日本海側へ航路をシフトする傾向があり金沢立ち寄りやすい拠点校になっていると話していました分かりましたありがとうございます今回は政治部の浅野記者に話を聞きました浅野さんありがとうございましたありがとうございました